学校の知名度を上げるため、ああいう発表会はいいアイデアよね。もちろん。それに実に有意義な一日だったわ。気になっていろいろ調べてみたんだけど、二次学ってこの間のような発表会以外にも積極的にオープンキャンパスを行っているのね。ありがとう。その時はお願いするわ。それにしてもまさか刹那が料理を苦手としているとはね。何でもそつなくこなしそうなイメージがあったから意外だわ。大変だったのはルビーで、他は無事だったんだけど、恐ろしい破壊力だったわ。ルビーには悪いけど助かったって思っちゃった。それは見ていて伝わってきたわ。あんな純粋な笑顔を見せられたら、とてもじゃないけど本当のことは言えないわよ。そうだ、一生懸命スイーツを作る刹那を見て改めて気づかされたことがあるの。誰かのために心を込めて何かを作るってとても楽しいことなんだってこと。それはスイーツを作るのもスクールアイドルとしての活動も同じ。相手に喜んでもらいたくて、曲やダンス、そして衣装を作り、練習を重ねてステージに立つんですもの。刹那のスペシャルケーキ、味はともかくとして初心に帰らせてくれたわね。刹那の作ったケーキの元は彼方の考えたレシピなのよね。さすが特待生だけあるわね。できれば今度彼方の作ったオリジナルを食べてみたいわ。それなら甘えついでにお菓子作りを教えてもらおうかしら。発表会も見に行ってから私も作ってみたいなと思っていたのよ。あら、それはデートのお誘いかしら。冗談よ。からかってごめんなさい。それじゃあ今度の週末にでもどうかしら。君のためにとっておきのお菓子を作ってあげるなんて。次のライブで着る衣装なんだけど、どうかしら。すごくいい衣装よね。だけど私には少し可愛すぎない？そんなことない、よく似合ってる。思わず食べたくなっちゃうですって？もう冗談でもそんな恥ずかしいこと言わないの。だけど君になら食べられてもいいかもね、なんて。